抗義のシベリア鉄道の路線とバイカルアムール鉄道バイカルアムール鉄道はロシア連邦東部のシベリア地方にある鉄道路線。日本ではバム鉄道の略称で呼ばれることが多いがロシアでの略称は単にである。シベリア鉄道との分岐点イルクツク州大シェトからバイカル湖の北を通り日本海沿岸のソビエツカヤガバニエ至る 約4 3 2 4トルを結ぶ。先に開業していたシベリア鉄道よりも6 0 0トルから7 0 0トル北を並行するルートを進むため、第二シベリア鉄道とも呼ばれる。バム鉄道の西の支点は、シベリア鉄道との分岐点イルクーツク州対シェトである。ブラーツクでアンガラ川を、ウスチクートでレナ川を渡る。 ウスチクートは1951年に鉄道が達して、以来1970年代に建設が再開されるまでの長い間バム鉄道の終点であり、レナ川本流で唯一鉄道の通る町でもあったため、鉄道と水運の積み替え工として重要であった。バム鉄道は、ブリアート共和国のセベロバイカリスクで、バイカル湖の北端を回る。 シベリア鉄道上のバモフスカヤから、サハ共和国方面へ向かうアムールヤクーツク鉄道が、交わるティンダを経てアムール川流域へ入り、コムソモリスクなアムーレでアムール川下流を横断する。山を越え、マミヤ海峡南側の日本海に面したワニノを通り、ソビエツカやガバニノ港へ至る。ワニノからは、サハリンのホルムスクに向かう、鉄道連絡線がある。前線のうち、 大瀬戸からタクシモまでの 1469km が電化されている。伏線は一部区間だけで、多くの区間は単線である。またセベロムイスキートンネルを、はじめ21箇所のトンネルがあり、その総延長は 47km に及ぶ。橋の数は4200箇所以上あり、総延長は 400km である。沿線の土壌は永久凍土が多いため線路は、 特に頑丈に作られた。シベリア鉄道との間には、ハバロフスクとコムソモリスクナアムーレを結ぶボロチャーエフカ、ジョムギ鉄道があり、旅客列車は1日に便運行されている。ブラーツク近郊のビホレフカの駅セベロバイカリスクの駅1880年代に、シベリア鉄道が計画された時、バイカル湖の北を通る、現在のバム鉄道に近いルートも候補に上がったが、 この時は、最終的に候補から外れている。もともと、バム鉄道の計画は、満州事変が起こった、翌年の1932年には、ソビエト連邦により、極東の防衛に備える目的ですでに建てられており、さらには、東西両端から建設が始められていた。しかし、第二次世界大戦の独ソ戦が勃発すると、そちらの方へ全力を注ぐため一時建設が、 凍結され、戦局がソビエト連邦優位に転じたところで日本との戦争に備えるべく建設を再開。対日参戦の直前となる1945年7月末には、東部のコムソモリスクナームーレからワニの港までの一部区間で運行を開始した。西部区間でも1947年には、大社とブラーツ区間の輸送を開始している。また、 バム鉄道の建設には、シベリア抑留で捕らえられた、日本人も多く使われ、犠牲者も多かったという。しかし、ヨシフ・スターリンが1953年に没すると、建設工事は中止され、その後は、ソビエト連邦の投資方針が変わったこともあって、残りの部分は長らく建設されないままであった。建設が再開されるのは、 中蘇対立によりダマンスキー島事件などが起こり、再び極東の軍事強化が必要とみなされるようになった、1960年代後半のことである。特に、中国国境に近いシベリア鉄道の代替路線として、戦略的に重視された。建設現場は、未開のシベリア奥地ということもあり難航した。政府は、1970年代、コムソモールによる、 万突撃隊を編成、全国の学生らに夏休みなどの休暇を返上して、建設作業に参加するよう呼びかけた。プラウダも万突撃隊の活動を一面で取り上げ、鉄道建設への参加を鼓舞した。1974年に、シベリアを取材した朝日新聞の記者は、バンと書かれたユニフォーム姿の若者を空港などで、多数目撃している。 経済が停滞しつつあった1984年9月には、ようやく本線の前線が開通したが、西側諸国のメディアは式典に招かれず、その後もバム鉄道のうち一般の旅客、貨物用に供されたのは、前線の3分の1ほどで、残りはもっぱら軍用に用いられた。ソビエト連邦が崩壊して、ロシア連邦など、独立国家共同体が発足した後は、 それまで軍事路線であることを理由に外国人の乗車が禁じられていたバム鉄道も開放され現在ではツアー旅行などで同鉄道に乗車する企画も多く登場するようになっているバム鉄道建設時労働条件は悪く現場に水道がないなどの不手際も多かった建設作業用に60カ所以上の集落ができたが完成した後はほとんどが放棄されている 現在も、線形の改良は進められており、2001年には、ブリアート共和国北部の区間に、長さ 15.3km のセベロムイスキー、トンネルが開通し2003年に列車が走るようになった。それまでの同区間は、トンネル完成までの仮の経路であり、距離が長く、だれが多い上、急勾配を10連運転で超える難所であった。 2012年12月25日には、ワニの港の近くに、新、クズネツキートンネルが開通した。このかウスチクーとヤクーツクオホーツクマガダン、ペトロパブロフスクカムチャツキーを結ぶ、レナカムチャツカ鉄道を建設する計画も存在する。ありがとうございます。